はい、えー、今回は行動が9割にしましょうか。行動が9割。<laughs> なんか伝え方が9割とかね。なんかいろいろあると思うんですけど、僕行動が9割っていうね。これ新しい本出せそうですよね。伝え方が9割、売り方が9割。なぶん多分ね、Amazon で調べれば9割ってまあまあ出てると思うんですよね。なんとか9割。流行ったんですけど、行動が9割って出てないんじゃないかな。 あ、人は話し方が9割、伝え方が9割、ブランディングが9割、9 <laughs>、伝え方が9割、その2、9割は嘘、心配事の9割は起こらない、<laughs> 営業は台本が9割、<laughs> 9割めっちゃあるけれども、行動が9割はないんじゃないかな、これ。食べ物の9割が、<laughs> 名前で人生は9割決まる、<laughs> あなたの体は9割が最近、<laughs> 文章は形が9割、 仕組みが9割。折り方が9割。めちゃくちゃあるな、これ。9割。行動が9割はないんじゃないかな。男は見た目が9割。コロナの渦は9割は情報被害。会話は共感力が9割。みんなパクっとるやん、これ。無印は仕組みが9割。無印ね。ジャニーズは努力が9割。アレルギーの9割は。 原因はこれが9割すげえな9割やばいっすねでもこれだけあって行動が9割はないのかな、はい、まあ僕ねいろいろその思ったことがあってあの伝えるより自分が行動してそれを示してった方がまあ,あの背中で語るじゃないですけど寅さんの背中で語るじゃないですけどなんかわかんないですけどなんか、まあ、それが一番まあ僕は説得力があるのかなと思います 要は、口ではやっぱ何とでも言えるんですよ。誰でも。これは誰でも言えます。口では。ただし、それを有限実行で行動にできる人っていうのは本当ごく一部なので、でそのごく一部、うん、行動で示すっていうことをやっていけば、別に喋りがうまくなくてもね、うん、伝えられるものはあるんじゃないかなと思いますね。うん。だからまあ、引き続き僕はもう背中を示すっていうことでもうガンガンやってって、 誰が見てもほぼ日本のトップレベルで本数上げてるなと多分10万本ぐらいアップしたらマジで誰が見てもわかりやすいと思うんですよね10万本アップしたんすかみたいなそれ尋常じゃない行動ですねみたいなそうなんか本出せそうかなっていう YouTube に10万本アップロードした男みたいなね <laughs> うーんそうだからなんだろうな 行動が9割ででいいいいんじゃないですかね <laughs> 淡々とやっていくっててくううそうそうそう、あと、久保さんがね、なんか、関連に出てきたんですけど、メンバーシップね。久保さん、なんかメンバーシップのボタン出てないけど、メンバーシップ始めましたみたいな。これ、いつだ今日かだからまだ今設定してるんですかね <laughs>。設定してるけど、まだメンバーシップのボタン出てないけれども、メンバーシップ始めますみたいな <laughs>。 メンバーシップのボタン出てないけどメンバーシップ始めますみたいなね。行動が9割ですね。いってらっしゃい。